昼賀野高原サービスエリアに着きました。大日ヶ岳、雪かぶってる ね。これはすごい元気どっかあっち見て、サムネイル昼賀野高原ソフトクリーム買ってしまいました。あとはこの辺で有名な名峰ハム、ミニストップのソフトクリームの味を少しあっさりめにしたような感じ、爽やか系、ミルク系、うん、よしよし、はい、白川郷にやってきました。やっと着きましたちょっとね、いろいろ迷って最初入っちゃったね、分かんなくて、うん、手前をずっと回ってくると駐車場がありました。はい、ここ5時までなので、ただいま3時48分、ダッシュで回ってきます。揺れる、なんか揺れる、動きません、ちょっと回ろうかな、怖いです、匂い嗅いでる、匂いか、うん、何気に怖いぞ、超揺れます、揺れるね、すごい揺れたはい、そしてやってきました、はい、明善寺金付堂です。手打ちそばどころ野村さん、ママが何か買うみたいです。善助さんのおへもちです。はい、なんか違うやつ、本物違うよね、うん、ここ見て見て、水間、え、本当だ、本当だ、鮭のような水間、あ、ここにも、そうそうそう、いっぱいいるんだよ、鯉みたいだよ、鯉、はい、じゃあ食べてみましょう、どうぞ、うん、柔らかい、うん、味噌がね、全然違うかも、うん、違う、うん、そうなんだ、うん、じゃあいってみます、うん、柔らかい、うん、味噌違うでしょ、味噌も違う、うん、五平餅食べ歩くのも面白いね、うん、結構違うもんだね、うん、違うもんだね、うん、美味しい、大きいよね、大きいね、あの上が展望台みたいなので後で行ってみたいと思います。こちらが和田家、はい、ここの突き当たりってトイレではない、だいたいトイレだ、そうだったよね、うん、こう行くと左の奥はトイレっていうパターンだったよね、ここはないけど、ここはない、ないね、あ、ないね、そこトイレじゃん、違う、あっちがトイレかもしれないですね、なんか外
家の外に置くんだよね、うんうんうん、そう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 、はい、おお、すごいすごいすごい、いやー、え、こっちも登れない、そこは上がれない、あ、この上があれかな、その上が蚕庫かな、っていうか、なんかいろいろ置いてくるね、物入れ、蚕庫、うわー、すごいな、この木、こちらから屋根が送られてるんですね、うん、このさ、木が黒いのってすすでしょ、うん、すごいな、だから腐らないんだよね、きっとね、そうそうそう、落ちないように気をつけてねって大丈夫かな、ほら、すごい、うわ、初めて見た、こんなのすごい胸の下が見えるんだ、押してよ、かいこさんね、はいはいはい、すごい、よく撮ったんだよね、ねえ、こんなに、はい、そしてこっちは味噌作り、違う、こんな鍋があって、うん、あ、おかいこを茹でるの、いや違うか、おかいこ茹でるよ、ねえ、うん、この辺そうみたい、そっか、おかいこ茹でるやつか、ここは坂である、団子を作るのに使用したって、これ、和田家の鉢じゃん、うん、和田家の印が書かれていますだって、うん、そば打ちできるじゃん、うん、でも団子用だよ、そっか、この辺はあれかな、そば粉じゃなかったのかな、あ、そっかそっか、お米を、あの、桑の方が大事、そば、うん、より、うん、そうだね、あの裏作、ご飯の裏作じゃなくて、うん、クワだったんだね、きっと、怖いね、怖いね、
白川郷を上から見てます。すごい絶景です。はい、来たかったのよかったよかった、来れてよかったです。道の駅桜の里庄川に着きました。ここには温泉が併設されているので早速お風呂に入っていきたいと思います。はい、大岡の湯、お風呂いただきたいと思います。1460円。はい、あとタオルつきますので使ってください。夕食をいただきたいと思います。いただきます。いただきます。1分待つのね、はい、めっちゃ美味しそう。タレも美味しいな。味噌汁とひじきの煮物、それから漬物がつきます。野菜はキャベツと玉ねぎ、鶏は胸肉ですかね。プリプリしてる。今は今までに食べたことないようなやつですね。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったね、これは。うん、うん、食べたことない。食べたことない、うん、はい、お風呂から上がってきたのでマロンの散歩をしてあげます。よかったね、ここね。鈴子が散歩から帰ったら足を拭きます。キレキレ。じゃあ荷物の移動をします。ずっと持ち歩いてるティッシュ。ありがとう。ああ、そっちか。ん？なんか今止まったよ、ロン君が。はい、完成です。あとは布団も敷いちゃう。布団敷かないよね、うん、じゃあ、あとはちょっと整理して、うん、うん、かわいいよ。ピシュピシュ。マロン、おいでおいでおいで。何それ何なの、そのチャインってやんの。しましね。はい、じゃあ今から3人で着替えます。せーの。はい、着替え終わりました。もうマロはなんか寝る気満々です。マロもパジャマです。パジャマです。ただいま10時42分です。外の気温が 6.4 度、車内は 14.0 度です。おはようございます。ただいま6時16分、外の気温がマイナス5.4 度、車内は 3.9 度です。これは真冬の気温ですね。ちょっとマロン、ここにいて。はい、じゃあ3人で着替えます。せーの。
せーの。はい、着替えが終わりました。じゃあ散歩に行ってきます。はい、朝の散歩に行きます。はい、道の駅です。桜の名所らしいんですけれども、この辺の桜はまだつぼみが硬いですね。乗り越していった。座ってもらってるんだもん。何かだった。はい、よしよし、はい、よしよし、はい、よしよしよし。近すぎ。それでは荷物を移動して朝食の準備をします。出た。はい、完成。マロンのご飯をあげます。カリカリとチュールです。待てよ。はい、よし。電源は 1000Wh のマックスパワーから取ってます。今日はクロワッサンを焼いてみます。焼きたてが食べられると美味しいなっていうところで焼いてみたいと思います。はいはいはい、はい、あ、いい感じ、うん、はい、はい、あの、今日は残念、パン食べれない。食べれない。リンゴがある。リンゴがやばった。今日はパンが大好きなんです。ロン君用のパンが持ってきた。マロン用のパンがあるって。ほら、動いた。よかったね。ワンちゃん専用のパンです。こっちだよ。仲間入り。いただきます。うん、サクサクですね、うん、今日は市販のクロワッサンを焼いてみましたが、売られてる状態よりはやっぱり温めてちょっと周りを香ばしくした方が美味しいですね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ歯磨きしましょう。じゃあマロン先にね、歯磨きカムで歯磨きして、はい、よし。換気扇をつけて空気の入れ替えをします。キッチンペーパーで拭いた後はウェットティッシュで拭きます。マロンは食後の運動をします。この電気ポットは便利、ちょうど2人にいいサイズ、うん、いちいちお湯沸かすのにやかんと出さなくていいし、はい、そう、 IH クッカーが結局何かやってて、それが終わらないとお湯が沸かせなかったんだよね、うん、そうそうそう、やっぱり電気ケトルは必要かなって感じね、うん、でも場所が取ると、うん、私たちの車にはちょっと困るので、うん、なるべくちっちゃいのっていうことで、はい、2人用だいたい420ワットぐらいかな、うん、私たちは今道の駅桜の里庄川にいるんですけれども、ここは白川郷へ行く道と高山へ向かう道とちょうど分岐にあたります。白川郷へは下道で行くと桜街道というのがあって、ずっと桜を眺めながら白川郷の方に行くことができます。今日は私たちは高山の方に向かいます。なんですが、近くにですね、日本一の五連水車というのがあるようなので、ちょっとここを見学していきたいと思います。持てる？持てるよ、これ軽いから、はいはい、ブルーティーは4日間充電に使ってきたんですけれども、残り残量が 0% になりました。なのでサブバッテリーの方から走行充電していきたいと思います。
入れます。よいしょ、ネギをかけてみます。あ、インプット26になった。エンジンかければ充電できそうですね。だいたい49ワットぐらいで入ってきてます。 5.3 時間。はい、はい、じゃあ荷物の移動。はい、じゃあ最後にタオルを移動して荷物の移動を終了します。はい、はい、準備ができたので今から五連水車を見に行きたいと思います。はい、これ道沿いさ、うん、桜でしょう。これほら、あほらほら、じゃあ桜咲いたらすっごい綺麗じゃない。すごい眺めだと思うよ。え、この川もすごく綺麗だよ。うん、すごいすごい。これ釣りしたくなる気持ちわかるわ、この綺麗な川。ああ。